ミミズク乗ってます？ミミズクは乗ってないですね。え？ミミズクは危険じゃなかったんですね。人間にとっては。今回はこちら、危険生物図鑑の世界。一番好きな生物は大馬さん、学研図鑑編集部西川博さんです。お願いします。よろしくお願いします。まさかの大馬さん好きということで、どういう大馬さんですか？サラブレッドですね。一番好きなお馬さんは、ちなみにオムリキャップになるんですかね。僕キングカメハメハ好きなんですよ。ああ。すごかったですよね、安藤克実とキングカメハメハね。子供たちもめっちゃ走りますしね、はい、好きなジョッキー、僕は三浦康生応援してるんですよ。最近乗れてますよね。来てますね、先週ですね、先週と。来年三浦康生 G1 取ると思ってます。いけると思います。めっちゃ楽しそうじゃないですか。危険生物とお馬さん、どっちが話したいですか？お馬さんですかね。学研の図鑑から恐竜図鑑、昆虫図鑑に続きまして、3人目の試薬ということで、危険生物図鑑でございます。これが最新版ですよね。今年2022年の夏に新版が出ました。人間にとって危険であろう生物、鋭い角とか牙とか武器を持ってたり、人を殺めるほどの毒を持ってたりとか、そういうのを危険生物と決めまして、760種類を集めています。760種類も載ってるんですか？はい。危険生物の図鑑っていうのは、動物とか昆虫と違って、その生物のグループがいるってわけじゃないんですよね。ライオンとかトラとかの哺乳類っていうグループもあれば、ワニやヘビがいる爬虫類っていうグループもあり、サメがいる魚類っていうグループもあり、はいはい、スズメバチとか昆虫っていうグループもあり、いろんなグループの生き物が集まってるんですね。アイコンいろいろついてますよね。どれくらい危険かっていうランク付けをしてあるんですね。3が一番やばいです。フラスコみたいなのが毒。毒ですね。ナイフみたいなのは武器ですね。牙とか爪とか、はい、危険といえばやっぱライオンは武器3ですよ。この雰囲気だけ見てると勝てそうな気がしますよね。可愛い猫ちゃんみたいな。それ武井壮の考え方。ヘビ見てきますか。あー、コブラね。コブラ系全部毒3じゃないですか。何コブラも毒が強いですね。コブラっていうとね、どうしても牛島くんのコブラが出てきちゃうんですよ、ね、相当やばいよね。相当やばい、相当やばいです。毒ヘビの牙の解説をしてるんですけれども、はい、位置がいろいろだったりとか。あ、ほんとだ。ナビヘビの位置のやつもいるんですね。毒牙が奥の方にあるんで、噛んでも刺さらないんで、はい、毒も流れづらい。その一方で腐れヘビの仲間でハブとかマムシとかは牙が前の方にあるんで、噛んで毒を注入しやすい。コブラとかは牙は固定されてるんですよ。全く動かないですね、人間と一緒で。でも腐れヘビの仲間になると多少動く。その分深く突き刺さるとか進化してきてるっていうのがあって、サメいきますか、メーサーそんなんで笑っちゃダメ。メーサーいきますか、メーサーほら、調子乗ったでしょ。ゲークラは飛ばして、ニーウーも飛ばして、コナマも飛ばして、ニーカーも飛ばして、コーターも飛ばして、サメね。やっぱりコホジロザメイカがマーク3つついてまして、怖えな。ガツナイフ3つじゃないですか。大学の頃、西表島でシュノーケリングしてたら、これいて、僕の手から魚肉ソーセージ食べてました。植物の毒3ついきますか。ヤマトリカブトも一番最初に出てきましたよ。食べられる山菜もあって、間違えて取ってしまう。上が食べれるやつ、下が食べれないやつですか。はい、二輪草とトリカブト、まあまあ似てますね。似てますね。餃子ニンニクとバイケイソウなんて絶対無理ですよ僕。バイケイソウ毒3じゃないですか。私本当に荒くれ者の小学生だったんですよ。蜂の巣を見つけると必ず石投げたりエアガンで撃ったりしてたんですよ。人生で6、7回蜂に刺されたことあるんですけど、最後に刺された小5の時に全身ジンマシン出て点滴撃った記憶あるんですよね。君次蜂に刺されたら死ぬからねって言われました。今おっしゃったことは、蜂毒は2度目以降が危険と書いてあって、はい、蜂に刺されると、刺された人の体質によってアレルギーの原因、特殊な抗体が作られ、もう一度刺された時にアレルギー症状が出ることがあります。もう投げない方がいいと思います。もう投げない方がいい。危険生物のランキングっていうのを載せてまして、はい、何の生き物によって人間が死に至っているかという。ダントツの1位は力じゃないですか。力と書いて歯という。蚊ですね。すごい。年間78万人蚊なんてこんな種類あるんですか。そうです。ガンビエ、ハマダラカ、最も危険な熱帯熱マラリア原虫を人に移す代表的なハマダラカです。熱帯熱マラリアに感染すると、発症から24時間以内に治療しないと重症化し、しばしば死に至ります。めちゃくちゃ悪いやつじゃないですかこいつ。人間にとって危険な生物っていうのは、ライオンとかサメとか大きなものではなくて、病気を媒介するものが一番危険なんだっていう。ものすごく怖いのが右下、はい、本来の2位は人です。54万6千人。ウクライナのことがあったんで、あえて入れてみたっていうところがあるんですけど、子供たちにも考えてほしいなと思いました。子供向けの危険生物の図鑑っていうものは2012年に出しました。比較的に新
しいんですね。ただそれまで児童書の世界では子ども向けの危険生物の図鑑というのはなかったんですよ。学研が初めて出したんですね。他の会社も出してるんですか？学研が出した後に他の出版社さんも出し始めました。すげえヘラヘラするじゃないですか。まあ危険生物っていうテーマが盛り上がりますからね、いろんな出版社さんが出しますとね、売り場も広くなりますし。でも先駆けは学研です。リニューアルされた図鑑のこだわりってどういうところあったりするんですか？今回は危険生物が持つ武器に注目しました。武器、本当の大きさですっていうページを設けたんですけども、はい、おーすげー。イリエワニっていう種類のワニの口のところの実物大なんですね。これが撮影風景なんですけれども、動物園まで行ってきました。まあまあ近くないですか？普段イリエワニは水の中にいるんですね、はい、撮影するにあたってプールの水を全部抜いてもらいました。カメラマンさんがいるところはプールの底のところなんですね。檻もないし間にガラスもないので。そうですよね。あそこから本気でダッシュしてきたら全然やられちゃう可能性あるじゃないですか。今となってはね。本来撮りたかったのは右側のオスなんですよ、はいはい、オスの方が全然大きいんですよね、メスと比べると、はい、この2人は夫婦でいつもと感じが違うぞっていうんでメスがビビっちゃいましてオスにぴったりくっついて離れなくなっちゃったんですね。いい夫婦だなと思ってたんですけど、撮影にはメスはいらないのでどいてもらおうと思って飼育員さんにデッキブラシで促したんですけど、はいはい、これでどいてどいてってこうやってやったら怖っ、逆にやされてしまったっていう。怖、こういうことがありましたな。このページよく見ていただくとオスだけでいいんですけど、本当だ、メスがどいてくれなかったんでメスも乗っけたっていう。大きさの違いが分かっていいかなと思います。はいはい。どうやって口開かせるんですか？飼育員さんが上からホースで水をかけるんですね。そうするとなんか自然と口が開くっていう習性があるみたいで、よく見ると歯が濡れてるんですよね。あ、本当だ、びっちょびちょですね。そう、そういう理由で濡れてるっていう。実物大で分かるんですけど、ワニの歯って人間みたいにびっしり並んでないんですよね。開いてるんですよね。意外と開いてますね。上の歯と下の歯でカチッと噛み合わせになる。だからワニとかに噛まれるともう逃げられないんですよね。ぴったり突き刺すことになるから、はいはい、実物大にするとそこまでよく分かるんだなっていう。もう一個見てほしいのはダチョウの足、はい、顔も見てほしいなと思って。ダチョウの足には長く尖った爪があって、これでキックするんですね。撮影した時はそんなに怖くはなかったんですよ。去年の今頃やりに行ったんですか？あ、そうなんですか。今度は写真の大きさが実物大かどうかっていうのを確認しなくちゃいけないんで、実物大にプリントして大きさを確認しに行ったんですね。春だったんですけど、ダチョウの繁殖期で気が立ってる時だったんですよ。写真を持っておこうとしたら切れられましてね、襲われそうになったっていう。これはサイの角なんですけど、でかいっすね。これも大きさを確認しなくちゃいけないっていうんで、はい、写真を送りしたところ、こうやって置けば大きさ分かるかなと思ったらサエがいっぱい寄ってきちゃって。寄ってきちゃうんですか？サエも思ったと思いますよ、やめてくださいって絶対言うと思ってた。このページでこだわったのは分かりやすくしたいということで、写真を切り抜いて白バッグに写真を置くようにしたんですね。撮影した時はスタジオで撮ったわけじゃないんで背景があるんですよね、背景が、はいはいはい、これをきれいに切り抜いてもらったんです。ああ、なるほどなるほど。ダチョウほんと大変じゃないですか、こんだけ毛生えてたら大変だな。これは職人技ですね。サエもはっきり分かるんですけど、サエの角って毛羽立ってるのがよく分かる、はいはいはい、髪の毛を束ねたようなものってよく言われるんですけど、このぐらいの大きさで紹介しないと伝わらなかったところだなと思います、はいはい、どんな子供に読んでほしいですか？危険生物は人間を攻撃しようと思って存在してるわけじゃないよっていう、自分の身を守るために生き延びようとして彼らは存在してるんで、はい、身を守るための工夫が武器なんだと。あ、なるほど。怖かったねっていうので終わるんじゃなくて、自分たちと同じ生き物の仲間なんだっていうふうに向き合ってほしいなとは思いました。でも好きなのは馬ですもんね。またそこに戻りますか。どうですか最近調子は？最近はダメですね。これいつ応援や、年越えちゃうかもしれない。じゃあ有馬記念の後かもしれない。有馬記念の後かもしれない。でも破産してるかもしれない。